今年7月、静岡県三島市の JR 三島駅区の路上で会社役員の男性をナイフで刺して殺害したとして逮捕された27歳の男。ついて、静岡地方検察庁沼津支部は、精鑑定の結果、刑事責任を問えると判断し、殺人などの罪で起訴しました。起訴さ、のは、三島市豊島町の無職、花見博樹和、27です。起訴状などによりま、と、花見被告は今年7月6日の深夜、衣服や刃渡りおよ、43センチの、ナタ、のようなナイフな、4本の刃物を所持し、三島市豊島町の JR 三島駅近くの路上で、内の会社役員増山健二さん、53、の腹、刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われています。また、この直前にも、同じ場所で21歳、女性をナイフで刺し、殺害しようとして、たことも新たに分か、殺人未遂の罪で、起訴されました。検察によりますと、花見被告は二人の数、者と面識がないということです。警察な、によりますと、花見被告はこれまでの長、に対して、人を殺せるか試したかった。と供述していました。静岡地方検、庁、寿司部は、花見被告の言動などから、よ、5ヶ月間にわたって専門家による精、あきら、を行った結果、刑事責任を問えると、